人がいると思ったの。人がいると思って言ってますよ。あの向こうに、あの向こうにいますか。何千人っているから。はい、じゃあ宣伝失礼します。別の一人ですけどね。いきます。はい、チーズ。かわいい。 OK、ありがとうございます。アイドルポーズ。アイドルポーズか。どうですか。ライン切らないとあれですか。ポコポコ。ラインのやつあれ結構なりますからね。あと20秒。15秒。15秒。15秒。やばい。頑張りとちゃん。10、9、8、7、6、5、4、3。あははははあははは。パパ、いやー今日もさすがだったよゆきちゃん。あ、本当に。あははははあははは。パパ、私大丈夫だったかな。大丈夫だよ、やっぱりね、うん、僕のゆきちゃんは天才だよね。あははは。ねえ、大丈夫。うん、大丈夫。今日もね、お偉いさんがみんな喜んでたから。本当。うん、今度ブルーシールも来るって言ってたよ。ブルーシール。あははは。ブルーシール食べれるの？うん、いっぱい食べれるんだよ。次も頑張ったらじゃあいっぱい食べれるかな。うん、そうだね。ブルーシール。うん、もうね、うん、ゆきちゃんはね、うん、頑張らなくてもね、うん、あの成果が出るからすごいよって評判な。本当？まあパパにいっぱいお芝居教えてもらったからね。うん、はい、パパは何にも教えてないよ。うん、君が天才なんだよ。オーディションあるね、次も。うん、次何のオーディションだっけ。パパ忘れちゃった、バカだからさ、うん、映画のオーディションかも。映画。うん、ああ、何の映画だっけ。全国規模の。全国規模の、うん、それゆーちゃん出るの。オーディション受かったらね。受かったらどうしよう、大丈夫かな。うん、どうすればいいの、オーディションって。オーディション自己紹介とか本読みとかね、え、今までしなかったから、うん、大丈夫かな。うん、ま、パパは分かんないんだそういうの。パパは分からないんだ。どうしよう。ゆうちゃんはいつもどうしてるの。うん、初めてのオーディションだからね、どうしよう。でもさ、今まで撮影だけだもんね。うん、3000人ぐらい子役が受けるって言ってたよ。へえ、うん、いろんな事務所から来るんだ。3000人、うん、あやちゃんも受けるって言ってた。あやちゃんも受けるの、うん、あのあやちゃんってあれザマスのところの娘でしょ。ザマスのところ。そう、やっぱお金持ちだからね。あの子嫌いなんだよパパ、絶対負けないでよ、うん、あの子に。分かった。でも大丈夫、ゆうちゃんなら3000。え、1人しか受からないのこれ。そうそう、1人しか受からないんだって。その1人はゆうちゃんになるわけだ。あ、大丈夫かな。あ、大丈夫だよ、うん、じゃあ、パパも一緒にオーディション受けようか。なんで、なんでパパも受けるの。いいじゃん、一緒にやろうよ。 パパも受けていい枠があるの、うん、パパ枠があるの。パパ枠がある。ちょうどこのぐらいの年も募集してるって言ってた。パパ笑い方一つしかないけど。だって一パターンしかないよねパパね。他の笑い方できないんだよパパ。ダメじゃない、監督に他の笑い方もやってって言われたらどうするの。できない。どうしたらいいの。もう大変だよそれじゃん。パパと一緒にできないね。もうできないね。私一人で頑張るや。うん、頑張る。パパも頑張る。パパも頑張るから。だから。本当に。あ、そういえばさ、うん、あの、あ、どうもこんにちは。話せばわかるプロジェクト9。なんだこれ。皆さんこんばんは、パーソナリティの西平俊久と大城優希です、はい、この番組は映像制作団体プロジェクト9が毎回深夜テンションでお送りするフリーダムなトークバラエティです。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 0989348653 です。
また FM 小座ではユーストリームとツイキャスにて音声と映像を配信しています。 FM 小座のホームページからご覧になれますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動しておりますので、ぜひたくさんつぶやいてください。うん、はい、はい、今週のメッセージテーマ、うん、西平&大城へ、うん、お悩み相談祭り、日常の素朴な疑問や恋の相談、明日の晩御飯のメニューから、うん、宇宙誕生の理由についてまで僕たちがスピーディーに解決していきます。メッセージお待ちしております、お待ちしてます。悩みの秋、悩みの秋、うん、なんだね、悩みの秋だから。秋ってさ、あれなんじゃなかったっけ、なんか芸術とか食欲とかいろいろ、うん、その人間が活発的になってくる、うん、動きやすい、うん、いい時期なんだよね、うん、何ですか悩みの秋そう、いろいろ冬にかけての悩みがいっぱい出てくると思う。クリスマスどうしようかなとか。ああ、クリスマスを考え出すとね、どうしようかなって。冬だよそれも。あ、でも冬を考えるのが秋か。そう、今から頑張らないといけないんじゃん。なるほど、うん、ということで、はい、もうお悩み相談が早速来てるらしくてですね。マジか、見てみようかなって思うんですけど。おお、ラジオネームチョコボール豊か。エロいねエロい、どこが。今非常に悩んでいます。今から東京へ行くのですが、成田空港着なのに勘違いをして羽田空港だと思ってました。ああ、搭乗手続きを終えて、はい、発券したチケットの成田の文字で気づきました、うん、はい、これでは予定がめちゃくちゃです。どうしたらいいですか。ああ、何と、これはこういうこと、あのさ、自分で撮ったんじゃないんじゃないかな、うん、じゃあ撮ってもらったってこと。撮ってもらったんじゃない、うん、東京でさ、チケットお願いしますっつったら、うんね、自分はあの羽田だと思ってたんだけど、うん、その撮ってくれた人はね、成田に、そう、安い方で撮っちゃう。あ、そっかそっかそっか、安いもんね、ジェットスターとか、うん、成田に着くからそっちで撮っちゃったってことなのかな。で、予定がめちゃくちゃっていうのはこう着いた後のことだよねきっと。うん、あの何、どっかこの羽田付近全然違うんだよね。そうそうそう、1時間ぐらいかかるんだっけ都内に行くのに。あ、そうだね、羽田だと、うん、都心まで30分とかで行けちゃう、うん、電車。成田だったら、成田はやっぱ1時間2時間2時間は見といた方がいいね。へえ、うん、そっか、移動手段も大変だもんね。うん、はあ、だもうだからどうする、どうする、どうするぞ。これは関西になんだ関西行っちゃえ。多分予定を立てて、うん、あのそ現地の人とさ、うん、会ったりとかそういうこともあると思うんですよ、うん、だから、うん、成田と羽田ぐらいの間違いだと、うん、その現地の人 も何やってんだよってなっちゃうんですよ。じゃあ俺あと1時間どうすんだよってなっちゃうでしょ、うん、だけど関西行っちゃえばもういいよってなるの。 ね、それはもういいよ大丈夫だよってなるか、はい、なります。うーんじゃあこの人は間違って自ら関西に行けと。そうですね、はい、わかりました。そういうことです。はい、チョコボール豊さん、豊さん名前がすごい卑猥なんですけどそう、うん、あ、知らないふりをしてるから、うん、チョコボールって卑猥なんですよ、うん、なんで。じゃあ一旦 CM です。あっ行くよ、行ったよ、うん、行ったよ。わ、からないね。てかさ、チョコボールさん同じ名前でもう一個あるんですけど。本当だ、なんか誰でも一個あげたみたいなこと言ってましたよ。今この向きは多分別のあれですよね。あのあれはキウイの親戚さんのやつを代であげたっぽいです。あ、なるほどなるほど、うん、チョコボールさんが、チョコボールさん、あ、代筆ですか。代筆、なるほどなるほど。あの、いや、たくやさんがめちゃめちゃ笑ってるそうですよね、チョコボールは笑いますからな。これ笑いますよね、女の子は知らないちょっとじゃあこれも次やりますか。これは CM 開けてから、開けてから、開けて、開けてから。同じ人、同じ人が送ってるけど、ね、多分代筆、代筆。 あ、なるほどね。この人は、うん、違う人なんですよ、うん、名前ないけど、うんうん、さっきの人は伊坂さんなんです。本当にこの人、はい、うんうん、一応あのラジオネームは荒垣結衣の親戚さんでいいと思うんですけど。ああ、そうかそうか、それでそれ本当だ、書いてる書いてる、これで。そうなんだ、そうですよ絶対荒垣ってだけでしょ絶対、はい、これあの外した瞬間に音が思いっきり聞こえるんだよね、こっちまで。ああ、エチュードがまさか通行人に助けられるっていうあ、そうです、はい、挨拶して終わったし、うん、これは
新しい来てるのがパンチ、リアパンチでしょ、ダンサーでしょ、これ揚げだたの、たまなま、嘘ついてるから。嘘つきが多いですね、きっと、メールの方は5秒前、3、チョコボール分からない。なんか、はい、まだ悩み来てるみたいだね。じゃああなたそういう入り方でいいんでしたっけ。いいんじゃない、いいですか、はい、あチョコボール分からないってフーミンさんも、そう、ね、今年も分かんないよ、どういう、まあ、チョコボールでしょ、そう、もうやらない、そういうこと、そういうことやらない。やらないで、わかりました。そういうことじゃない、あの、うん、有名なんですよ、そのフレーズが。へえ、うん、そうなんだ。わ、うん、からないな。そういうのは。OK、じゃあなんか悩みがいろいろなんか来てるみたいです、うん、ちょっと見てみよう。ちょっと見てみますか。はい、ラジオネーム、はい、新垣結衣の親戚。絶対嘘でしょ。トーシーさん、スタッフの皆さん、こんばんは、はじめましてです、はい、最近の悩みは自分なんかモアイメンバーに幽霊が見えそうなぐらい眉毛がつながっている人がいるんですが、はい、この人にどうツッコミしようか悩んでいます。どうツッコミした方がいいですか、アドバイスください。なんで言ったらいいじゃん、つながってる、いやつながってるよっつって。だからそれを言うと、うん、呪われるじゃないけど。え、そうなのかもしれないじゃないですか、うん、お前を呪ってやるみたいな。じゃああいつに頼んで、だからその、うん、なんつうかな、うん、言いにくいってこと。そう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 、本人を傷つけるからってかもあるってことでしょ。あの、うん、あれだったりするからね、うん、ネック自分の中の嫌なことだったりするわけだから、うんうん、男かなこれは、眉毛がつながってる人は。おっと、女、女説、女だったら言えないよ、確かに。なんか女だったらこれ気づかないのまずいよね。確かに、その人身だしなみになるもんね。もね、ビーバップハイスクールで見たことあるんですよ。ああ、やばい、そんな、そんな人いたんです。ええ、ああ、でもね、でも何、そう、教えてあげたいんだ。眉毛つながってるよって。あれですね、あの、うん、ベタに行くと、モアイメンバーでしょ。うん、もう飲んで、うん、飲みまくってですね、酔っ払って、うん、酔いつぶれたところをやっぱ剃ってあげるっていう。うん、何、ね？あとはゲームするとかね。ゲーム。うん。うん、負けたら、うん、あのだからガムテープで毛抜くとか。ああ、え、そのガムテープをこのつながってる眉毛のところに貼って、はい、負けたらビリッてやるってこと、じゃあなんかね、だから前振りも言ったらいいですよ、はい、最近なんかもう足毛とか手毛じゃなくて眉毛の方がやっぱ罰ゲームらしいんじゃないかって。流行ですよ。ああ、なるほどね、で、うん、最初に他のやつがやればさ、うん、はい、2番手3番目ぐらいにできるのか。なるほど、 そ、ね、そのゲーム方式、うん、してください。ありだと思います、はい、僕はこのモアイには参加しません。お次まして、あーすごいね、すごいね、ちょっと読んでみてください。イエーイイエーイ、ハウマッチ。どういう意味ですか、いくらですかって、急にイエーイイエーイ、おいくらですか、どういうこと。ゆきちゃんに聞いてんのかな。私、あ、プライスレスだよ。いや、そうだよ、皆さん、うん、朝起きたら学習机の引き出しの中で気づかないうちに猫が出産していたことありますか。僕はあります。ゆきさん、西浦さん、三原という都会には判決で歩いているおじいちゃんが結構います。どうもこんばんは、三原のパーマ屋と。じゃ前振りがどこまでか分からない、パーマ屋さんはこの入り方するよね。、はい、早速、うん、私のお悩みですがいいでしょうか。どうぞ。まず一つ目、うん、髪の毛の自己主張が強すぎてくせ毛になるんですが、それを抑える方法はありませんか。、ストッパー以外でよろしくお願いします。、次二つ目、うん、ゴケブリをこの世から全滅させるにはどうしたらいいでしょうか。次はまた次の機会に、うん、そろそろ髪の毛をセットしなきゃ。それでは時間ギリギリまで頑張って、See ya。 何、この人髪の毛はちゃんとセットするんだね。癖毛で抑えるから、抑えるセット、抑えるから悪いんじゃない、もうね、解き放っていいと思いますけどね。なんで癖毛のままでじゃダメなのっていうかさ、うん、悩み相談行きづらいわ、この最初のさ。あれが引っかかってしょうがない。確かに、朝起きたら学習机の引き出しの中で猫が気づかないうちに出産してた。こう机開けたらにゃーって生まれてたってことよね、いっぱい、にゃーって。ちょ待って、親の子はまず親猫は何。ありがとうございます。親猫だから、いや親猫はそこに、いや、いないでしょ、いないっつうかさ、海捨てしたの、海捨てで、自分たちの猫だったら、うん、
普通じゃない、うん、割とありえていい話でしょ、うん、多分野良猫なんだよ、うん、うん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 、野良猫がまずさゴキブリもいつもネタに出してくるわけじゃないですか、はい、お家が多分すごいんですよ三原のパーマ屋さん、ね、自然いっぱい自然いっぱいなお家なんですよきっと。猫もゴキブリも普通に入ってくるんだね。で判決で歩いてるおじいちゃんも多分入ってくるんだろうね。何ですかマジで。三原ってそういう町なんだね。なるほど。まあ癖が強すぎてストパー以外、なんでストパー以外なんですか。なんでだろう。なんで？ストパー効かないんじゃない？強すぎて。どういうことですか。ストパーも負ける。ストパーの薬も負ける。あ、じゃあストパー当てたらツイストなるみたいな。いや違う。効かない。微動だにしないんじゃないですか。微動だにしない。このストパーの薬だけじゃ。でもアイパーしかないですよ。え？アイロンパーマですよ。アイロンパーマ。あ、アイロンパーマ液塗って、あとはもうこう折っていくですわ。ああ。折っていっても折っていっても、その後くるくるなんのか。でもこの人は何？ストレートにしたいってことじゃないんですか？髪の毛を。違うのかな。ストレートにしたいの？ストパー以外で？ストレートパーマ、ストレートパーマ。もうさを使わないでまっすぐにしたいってことじゃない。そうでしょ、そういうことでしょ、はい、もう一回死ぬしかないです生まれ変わるしかない。生まれ変わってもう来世で生まれ変わってください。お願いします。はい、行ってらっしゃい。もうな、多い、やばい。これは行っていいんですか。行っていい。あ、ます、お願いします。はい、こんばんは、玉那覇正俊と言います。悩みはちょっと違うのですが気になることがあって西浦さんに質問ですが、はいはい、沖縄のローカル CM で髪が長い女の人が辛いという字に横棒一本と歌っている CM があるんですがあれは口パクでしょうか。もし口パクだったとしてなぜあんなに中途半端なうまさの歌を歌っているのでしょうか。口パクならもっとうまい歌でもよくないですか。 CM に出ている髪が長い女の人が歌ってますよっていう演出でしょうか。気になりすぎて昼寝ができません。西浦さんはこういうことに詳しいそうなので西浦さんに考えを聞かせてください。いや僕より詳しいでしょ、あなたの方が。もうさ、ええ、もうさバカにしてるよね。これあれですね、辛いという字に横棒一本、はい、新しいやつですねきっとね。新しいやつね、髪の長い人が。前のやつはさ、はい、あれ本人が歌ってんだもんね。本人が歌ってます、はい、マミムメマーミーさん。あ、そうです、はいはい、マーミーさんが歌ってて、今回は新しい髪の長い女の人が、はい、髪の長い女の人は口パクです。口パクです、はい。口パクですよ。だからそれが何か、じゃあそれを、はい、じゃあそれはいいんですよ、はい、それはよくて、うん、じゃあ別の人が歌ってるわけじゃないですか、うん、それはなぜあんな中途半端なうまさ、うん、もっとがっつりうまい人が歌だけならね、うん、そういう人を取り入れていいんじゃないかっていうことなんですよ、うん、なんであんな、うん、なんかだから実はこの髪の長い人が本当に歌ってるんだよみたいな演出をしたいのかどうかっていうところが気になった。もうさ、これどっちにも失礼だよね。私にも失礼だし歌ってる人にも失礼じゃない。もう昼寝はしないでください一生、はい、もうずっと起きててください。ずっと起きててください。夜も寝れないはず。失礼です。寝るなって。じゃあ次行ってみましょう。うん、あ、来ましたね、ニャンボとニャンボ。ほらほら。皆さんこんばんは、復活の F です、はい、今日のトークテーマとは関係ないかもしれません。関係あれよ。みんな関係ないことばっかり。私には悩みがあります。あ、いいじゃんいいじゃん、うん、それは食欲が抑えられません。食欲の秋だからですかね、いつも昼食夕食のことしか考えていません。昼食昼食のことしか考えていません、あとデザートも、はい、食欲を抑える方法はありますか。ありません。もう前から言ってるでしょ。もうあなたはダイエットとかもう無理なんですよ。最近来ないですけど、はい、あの乙女座の怪人さん、あーそっか、もうダイエットしてるって言ってましたよね。そうですね。あれはちゃんと成功してるのかな。してないでしょうね。7月からやるみたいななんか言ってるんだけど ねこの人も一緒だと思うんですよ。この人はあの食欲ちゃんが来た時にさ、あ、うんうん、お菓子ですごい盛り上がった人なの。あ、そっか、テンション上がりますもんね。そうそうそう、甘いのも大好きなんだ。甘いの大好きですから。で、食欲を抑える方法は教えたことありますか、うん、なんかアドバイスしたことあります。何したっけね。あ、サラダいっぱい食べればいいんじゃない、ご飯食べる前に。あ、それはね、うん、おそらくやってると思うんだよ、そういうことは。うん、あとはだから彼女じゃない？あ、彼女を女性に、うん、もっとさ、やめスタイリッシュなあなたがいいわって、うん、そう言ってくれる女性と付き合うことじゃないですか？うん、なるほど。ふくよかなあなたがちょっと
そのぽっちゃりないい感じのお腹が、うんうん、私好きなのって言ってる女の子がダメですよな。そうですよね、はい、じゃあこのままでいいじゃんってそうそうそうなる。もっと食べようか、うん、もっと丸くなろうかってなってるんで、はい、うんうん、だからその今のこと別れて、おいこら、え、こら待ってちょっと待って、それは違う、それは違う。でもさ、うん、でも彼女にも怒られてるからこういうこと言ってるんじゃないんですか。ああなるほどね、うん、そのパターンね、うん、やらなきゃ、やらなきゃいけないけど、やんなきゃいけない。彼女がもうちょっとね、自分の体のこと考えて、うんうん、って言って注意してるけど、うん、抑えられないって。じゃあさ、うん、ダメだよね、男として。男としてダメですよ。そこから、ええ、そこから直さないといけない。彼女のやっぱ要望に応えてこそ、うん、男だ男だっつ、うん、でその彼女の要望を答えらんないっつんなら、はい、別れてまい。いるのかも分かんないですけどね、まあ、彼女がいるのかも、はい、分かりませんけども、そう、そうですね、何かさ、その自分が、うん、あ、ダイエットするにあたって、うん、モチベーションが上がる、あ、ねえ、ものがあれば、ね、何かその自分でしか知らない何か、うんうん、なんかでもさ、目標を決めればいいんじゃないですか。例えば1ヶ月までに、1ヶ月後までに何キロって、それ達成したら賞金的なね、賞金とか、だってみんなでかければいいんじゃない、うんうん、無理だよって。あ、そうか、そう、モアイメンバーで、モアイメンバーで、うん、例えばね、この痩せれたら、うん、体重計毎回モアイ持ってきて、そうそう、持ってきて、はい、目標決めて1ヶ月後にマイナス3キロ、そうそう、3キロとか5キロとか落とすっていう目標で、うん、ま、ね、負けたら、ね、もちろんね、ペナルティーが、ペナルティーがあるわけで、もう唐揚げ5人前食べなさい。逆効果、逆効果。逆効果じゃん。あ、でもいいんじゃないですか、うん、目標決めればいいんだよ、うん、いいと思います、はい、うん、それゲーム感覚、今日ゲーム感覚多いね、楽しくいこうよ、うん、って、はい、ダイエットも、ぜひぜひ、はい、周りを巻き込んで、うんうん、やるっていうのは一つ手かもしれません、うん、頑張らなきゃってなるしね、うんうん、はい、OK、ふうみんさんも、うん、悩み、恋したいです、お、最近片思いすらないのが悩みです。あ、なるほど、好きな人もいないってことか。そうですね、好かれることはあるのかな。ああ、なるほど、いいね、それだったら、そういう悩みも、でもでも自分が、そうなんだよ、自分がドキドキしたいってことでしょ。そういう、そういうことだ。これはさ、ね、難しいね。なろうと思ってなれるもんじゃない、ないんでね、うん、その待つしかないですよね。確かに、時が来るのをね、うん、ドキドキする女性は必ず現れるはずですから、うん、それかも好きなキャラクターを見つけるしかない。キャラクター、うん、え、アニメのキャラクターとか、お人形さん買って部屋に置くんですか。等身大のやつ置くんですか。たまになんとかちゃんをフィギュアを買って、フィギュアを置いて、着替えとかも やっていいんですか。お着替えさせるってことですか。室内プールみたいなのもちょっとやって、え、どういうこと、室内プール、膨らまして、あ、ちょっとどういうこと。じゃあ夏だからプールでも行こうかとか、水着買ってきたよ、水着買ってきたよ、着替えさせようか、ね、ね、でもやばいね、ちょっとダメだ、ちょっと待って、ダメだ、ふうみさんがそういう人になってしまったら。そうだね、だから、はい、だからやっぱり そっちは俺は怖いんですよ。ちゃんと4次元に、4次元、はい、4次元の人に、3次元か。突き抜けていく。あ、半透明とか言ってさ、もはや。なるほどね、うん、そうそうそう、ちゃんと人間に、そうですね、人間で好きな人を見つけなきゃいけない、うん、でもね、まあね、どうですか、待つしかないんじゃない、その辺は、え、待つしかない、うん、でも確かに楽しくないよね、知ってる方が楽しいもんね、あ、好きな人が片思いとか、で、学校とか会社仕事とか行くの、ね、職場にいたり学校とかにいたら行くの楽しくなるじゃん、はいはいはい、うん、で帰り憂鬱になって帰るね、今日も喋れなく何もなかった、何もなかった、なんならあいつとイチャイチャしてたみたいなことがあって、でも明日また来たら何かあるかもしれないっていうので、そして気づけばストーカーになってるというダメダメ、あんまり僕ら恋愛のあれはダメですね、アドバイスできない、苦手分野ですね、私たちの、待ちましょう、はい、待つしかない、待ちます、で、
あのあれをちょっと CM をさ、俺が行ったら CM 行くようになってるんだ。私が行ってもなるよ。あ？うん、見といてよ。おう、じゃあ CM どうぞ。あ、行った行った行った、あ、行ってない行ってない行ってない、おい行ってないよ。おー怖いわー。さあツイキャスとかユーストリームだからなんかあれでしょ、はい、聞こえないから行ったふりしときゃいいよみたいな今やそれでしょ。バレました、はい、あっちはちゃんとあれだからね、うん、この声が通ってんだから。そっか、ラジオとかも聞こえてるもん、ね、通じないっすよ。なんで私が言っていかない、さっき西浦さんが言ってスムーズに言ったじゃん。それでは一旦 CM です。あー行った行った、あー行った、あー行った、ちょっと外さないで。はい、で CM 行ったでしょ。行ってない、もう CM 終わった、っっ CM 開けました、開けてない、どうも開けました、開けてません、あ、ありがとうございます。あー意地悪だね、意地悪だ、とことん意地悪だ。ありがとうございましたって。何もアドバイスできなかったけどね。ふうみさんすいません、ありがとうございます。恋愛ネタは難しいね。飛ばします、はい、飛ばします。次あの2枚目のやつに行きます。あ、はいはい、了解です。このままだとまたうちが CM 減らなかったとかそういう噂は立ちそうですけど。いやもうしょうがないですよね、これ表に出たもん勝ちですからね。確かに、もう裏方の人は大変です。ん、今 FM コサでは CM に行っております。ツイキャスユーストリームの方、僕らの水飲む姿を先週に引き続き見てもらえれば。給水タイムですね。寝る、いっぱいです。飲んだ、飲みました、めっちゃ寝てきましたね。ありがとうございます。あの前振り意味わかんないやつもあった。トークテーマとは関係ありませんが、関係ありませんが、関係ありましたけど、思いっきり関係ありましたけど、ドストレートに来てました。ただウィーダー合わせてるかのように関係ありませんがって前振りしてましたもんね。先週がひどかったんですよ。来ました来ました。なんだっけ、なんか全然違うこと、おにぎりの具とかとか、なんかボーリングで、そうボーリング大事な時にガータを出す人はみたいな。あ、そう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 。秋だもんね、先週秋だっけ。あ、うん、なんだっけ、違うか、違うよね、全然違うけど。15秒、濃い、なんかコイン入った、コンティニューコイン、 あ、ありがとうございます、ありがとう、いただきます。あ、あ、うコインが来た、コインが、3、2、うん、話せばわかるプロジェクト9 FM コザより生放送でお届けしております。今週のテーマは西平大城へお悩み相談祭りです。メッセージお待ちしております。はい、続いては新コーナー、トレンドワード基礎知識。この業界で生き抜いていくためには、はい、技術だけでなく様々なところにアンテナを張って知識も身につけなければなりません、うん、そこでこのコーナーでは最近巷で話題になっているトレンドワードについてお勉強していきます、はい、早速今週取り上げるトレンドワードは、はい、TNJ。 何ですかこれ。年下西平ジャパン、ジュニア、ジュニア、ジュニアか。ちっちゃい、ちっちゃい方、ちっちゃい西平くん。僕の息子ってことですよ。僕のチョコボール西平的なことです。そういうことじゃない。ねえ、下ネタになっちゃったね。すみません。ゆきちゃんが初めて下ネタをこなしたよね。俺ジャパンだよ、俺割と普通になんかジャパン、ね、オリンピックに乗っかっていった。確かにジャパンだね、まさかのジュニアが来ました。これ正解、正解、恥ずかしいわ。おかこれ正解、こんなの正解であるか。この若者で流行ってるのこの言葉 TNJ。 TNJ、 ああ、まあなんで知らないの、わかんない、え、知らないんだ、結構流行ってるけどね。うん、え、知ってんすか。知ってる、知ってる、だからなんだと思う。うん、TNJ、 俺は知ってるからさ、うんうん、と、まあ USJ とかあるじゃない、うん、あ、そっか、そういうノリ、そういうノリで考えてみてもいいんじゃないかな。ヒント出しますか。まずは、うん、ヒント欲しい。ほら、あ、女子、はい、ジュニアではありません。ジャパンでもなくジュニアでもなく、 J イコール女子ですね。 J は
女子。え、年下西平。女子。おかしいでしょ。なんて。カープ女子みたいなもんですよ。僕のファン。あ、なるほど。僕のファンを TNJ と呼ぶ。TN。あれ、あなたは TNJ 入ってませんでしたっけ。入ってますよ。入ってます。ありがとうございます。うん、いつもセンターにいます。はいはい、ありがとうございます。でも違うんですよ。と、はい、T と T ね、うん、正解は楽しい。あ、だって僕本当当てていいですか。うん、どうぞ。当てに行っていいですか。はい。TNJ 何の略か。とりあえず泣く女子。あ、そういう感じ？ちょっと惜しい。そうでしょ、惜しい。惜しいっていうか、なんかニュアンスは大体そうだよね。そういう感じの、なんとかなんとか女子みたいな感じはあってます。と、これは正解言っていいんですか？うん、いいんじゃないでしょうか。大したことないじゃん女子。うん。を TNJ って言うんですね。へえ。ああ、だからどういうこと？大したことないじゃん女子。なんとかアイドルで最近で出てきたあいつがどうだ。うん、あ、全然 TNJ だよねっつって。あ、そういう風に使うの。うん、TNJ 女子の定義としては、うん、よく笑い、うん、愛嬌のある笑顔、うん、基本的な礼儀やマナーがしっかりしている、うん、仕事を一生懸命する、うん、いい意味で自分がなく鈍感力が高い、うん、鈍感力が高い、うん、鈍感力って何。鈍感な力がすごく高い。鈍感なんだ、うん、人と比べたり物事を損得で考えない、うん、部屋が汚かったりメイクを落とさず寝てしまったり、うん、隙がある、うん、コンプレックスは諦めていて、うん、変に隠さない、うん、ナチュラル眉毛にメイクは薄めなどなど。一番上に概要は書いてあります。うん、一番上。 TNJ とは大したことないじゃん女子の略で、うん、どこにでもいそうな普通の子なのに、うん、なぜか人気のある女子。あ、人気はあるんだ。有名人では指原さん、うん、剛力さん、うん、吉高由里子さんなどが挙げられておりますと。キャンキャンとかでそう挙げられてんだって。へえ、うん、ああ、何、そう、ずば抜けて可愛いわけではないけど、うん、だから人気があるってこと。そうだね、昔の昭和時代はさ、うん、本当に綺麗な人しかテレビに出れなかった。ああ、うんうん、女優さんとか、うんうん、なんか今はそうじゃなくて、うんうん、割とその辺歩いてる普通の一般人かなみたいな人でもそう人気がある。すごい人気があるってことか。そう、なぜかなぜか人気がある。うん、それなんでだろう。てかでもさ、それ他に魅力があるってことですよね。いや違う違う違う。枕ですよ枕。はあ、こら当たり前やこら。枕に決まってるじゃん。違うでしょ。事務所の力ですよ。そういう営業してるってこと。皆さんの事務所調べてみてくださいよ、うん、これ絶対すごいとこでしょ全部。怒られるから絶対。うん、違うよ。違うかな。だって本当に魅力があるってことでしょ。その本人に魅力があるってこと。指原さんはね、僕は大好きですよ、うん、ああね、好きって言ってますよね、うん、好き。ワイドなショーを見てていつも思いますわな。ああいい、ね、どういうとこが何、あの、うん、雑だよね、そのアイドルとして。ああ、まあ確かにそこ気持ちいいですよね、うん、気持ちいい、うん、なんか変にね、可愛くはしない。そうそうそう、なんか可愛い、そう、この子が可愛くやると許せる。うわ、可愛い、なんか、なん、自分が可愛くないの知っててちゃんとやるじゃん。うん、すごいいいね。そうなの、うん、そうですね。なるほどね。剛力彩芽も可愛いけどね。可愛いよね。うん、でもなんか一つ間違ったら可愛くなくなるよね。絶対あれだから可愛い。あれだから、うん、例えばどうね、辺を間違うと、うん、髪型ではない。じゃあ、じゃあそういうことじゃない。どういうこと。顔のパーツとかが、パーツね、パーツとかがちょっとでも違うと、鼻がもう少し低いだけでとか、うん、そう、あれ奇跡な顔だと思う、あのバランスが、うん、あ、黄金比ってあるもんね。でもね、あ、そういうことなのかな。このね、水。どうですか、大したことない女子、大したことない男女子は西浦さんから見て魅力はありますか。うん、大したことある女子は何。あ、まあいるか、そういう人もいる。まあ芸能人はそういう人ですもんね。そうそうそう、大したことある人たちの集まりだから。そうそうそう、あなたとかね。ええ、ええ、大
大したもんですわ。言いますからね。大したもんですよ本当に、はい、大したことあるでしょ。そうですね。だからなんだろうね、本当になんかだからいい子なんだろうね。あ、性格がいいってことか、うんうん、実際会うと、うん、芸能人なんかあったらもう最低な人たちばっかりじゃないですか。そうなの、わかんない、そんな。こっちの被害妄想ですよ、うん、被害妄想というか、うん、あのなんかオーラがあって、うん、とても近づけないみたい な,、うんうん、なんピリピリしてる感じが、うん、そう集中してる感じがなんか怖いとかさ、うん、そういうのあったりすると思う。そういうのがない人たちなんじゃない、うん、なんか笑ってんじゃない、親しみやすいってことか、うんうんうん、なるほどね、うんうん、からファンもいっぱい増えるんだね。ああ、そういうことですよね。そうでしょうね、うん、応援したくなるんだ多分、うんうん、え。この曲はこの曲はあれですね、あれですね、来ました、来ました、スッて入ってきましたね。はい、皆さんこんばんは。はい、はい、こんばんは、こんばんは。今週もアメリカの夜が来ました。来ましたね、はい、スッて来ました。割と早かったな、スッて来たね、もう来ましたか。はい、今回も映画についてお話をしたいと思います。映画、はい、お願いします。映画以外のことは話さないんです。全く話さないです。もうこのくだりいいから、はい、映画オンリーですよ。分かってるよ。はい、はい、ですね、今回、お話しする映画はですね、はい、先月9月の11日金曜日から公開されております、はい、キングスマンについてお話ししたいと思います。はい、このキングスマンはですね、まあ、スパイ映画なんですけれども、うん、まあ、どういった、お話かって言いますけれども、このキングスマン、これイギリスの、スパイの機関でありまして、主人公の 男の子、これ江口さんって言いますけれども、男の子、男の子です。男の子、はい、そうですね、男の子。ああ、そうだ、若いんだ。そうですね、若い男の子、江口さんっていう、はい、はいはい、の、お父さんがこれスパイだったんですよね、うん、でスパイなんですけれども、うん、あのそのスパイの同僚で、あのハリーさんって方がいるんですよね、うん、でこのハリーさんがあのそのエグジーさんの父親が死ぬところとたまたま一緒にいたんですね。でそれから17年後、ごめんなさい、この話が1997年にこの父親が死んだんですね、うん、それから17年後大きくなったエグジーはちょっと車を盗んでしまって、うん、もう捕まるんですよね、うん、でもどういう動きか釈放されてしまって、その釈放された目の前にはそのハリーがいたんですね、うん、でハリーがいて、君には素質がある、キングスマンに来ないかっていうふうになって、でそれからハリーはキングスマンっていうのは組織ですか。組織です。なるほど。普段表の顔はあの下手屋っていう設定なんですよ、ね、下手屋服、高級服を売ってるんですけれども、実は裏では超凄腕のスパイっていう、集まる集団っていう感じで、でそのエグジーはそのキングスマンに、入って成長していくっていうお話です。はいはいはい、はい、あ、ちょっと見たいんですよね。でも、うん、あ、そうですか。僕、はい、スパイはすごい好きなんですよ。あ、そうなんですね。スパイと泥棒が、はい、そうです。スパイ映画、アクションです。アクションですね。でこの映画はですね、あの全世界で大ヒットを記録しておりまして、続編の制作も決定したようです。はい、キングスマン2ですね。でまだまあ脚本はまだ完成してないようですけれども、うん、まあ、早ければ来年の2月とか4月とかに撮影が開始されるっていうことで、うん、早い。はい、もうすごい。その大ヒットです。ジョー・タクヤさんは見たんですか。はい、もう見ました。最高の映画ですね。最高でした。2015年に見た中で多分ベスト1かベスト2か、はい、塗り替えたの。あれをビリギャル塗り替えたの。そうそう、ビリギャルよりも面白いですよこの映画。あ、もしかしてビリギャルかキングスマンか、今どっちかです。どっちかさ、はい、まあ、でもさ、この2つを悩むっていうのが、はい、ジョー・タクヤさんのすごいところです。確かに全然ジャンル違うけど、ね、全然違いますけど、映画を映画としてしっかり見てるってことは、はい、あ、そうかそうか、そう、素晴らしい、うん、この作品はとっても素晴らしいですからね、うん、またこれはね、まあ、キングスマン、これアクションが結構激しくて、うん、血とかが普通に出る映画なんですよ、うんうんうん、血とかが普通に出るんで、まあ、R15 指定になってしまったんですね。あ、はい、激しくてアメリカの夜で R15 の作品を取り上げるのはこのキングスマンが初めてです。なるほど、はい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 、逆に血出ない方が怖いですけどね。アクションでね。そうですね、ガンガン殴ってるのに全然出ないみたいな。あ、でも昔の映画は人が死んでも血とか全く出ないんですよ。あ、ダメなんだ。あ、もうダメです。なんかそういうことはもうやっちゃいけないっていう決まりがあったので、だから絶対に血が出ることはなかったんですけども、それが解放されて、うん、今のアクションでは血とかが普通に出るようになりましたから、ね、このさ R15 っていうのは、はい、どういう基準で、はい、指定かかる血とかね、はい、大丈夫なのもあるでしょ。あ、たまにありますけれども、うん、R15 の明確な定義だったら、例えば激しい暴力描写、まあ、どこまでが激しいかっていうのは正直ちょっと分かんないんですけども、うん、AD さんがあ、これは R15 だなって思ったら、まあ、R15 になります、うん、あ、これ監督が決めるとじゃなくて、はい、AD が見て一回見てチェックして R15 かかるんだ。
はい、だからあのこれを全年齢にしたいって思った監督は、うん、自ら編集して暴力描写とかを極力抑えて、あ、そういう引っかからないようにするってこと。引っかからないです。アメリカじゃ普通にありますよ、こういう、うん、こういうこと。もうこのさ、15と18の、はい、あれもうす分かんない。あの18だったら18もあるよね。あの基本あのあ、エイリンって暴力よりも性描写の方を厳しく見るんですよね、うんうん、あ、へえ、はい、そっか、それもあるよね、はい、だから、うん、あの性描写がきつい映画ほど R18 になりやすいです。だから、うん、あの去年公開された映画で、うん、あのレオナルド・ディカプリオ主演のウルフ・オブ・ウォール・ストリートって映画がありますけれど、うんはいはい、あの映画結構性描写がすごいきついので。そうなんですか、はい、でその影響で18禁になりました。あ、はい、だからあの映画が性描写じゃなくてどちらかと暴力をメインにした映画になるとおそらく R15 になったんじゃないかなって。なるほど、バトルロワイヤルなんかも15ぐらい。あれも15です。15だよね。はい。そういうことですね。そうですね。で、この映画、うん、うちの番組の田中ディレクターがものすごい絶賛してる映画なので、ちょっと意見を聞きたいなって思うんですけども。見たんです。はい。見たんですか。見ました見ました。いや、最高でした。キングスマン。キングスマン最高です。何、かっこよかった。かっこいい。なんかとにかく、うん、ストーリーもいいんですけど、はいはい、なんかね、このまずこの仕立て屋っていうのもすごいかっこいいんですよ。仕立て屋、表の顔はすっごい高級スーツの仕立て屋っていう設定なので、はいはい、ボンタンとか作ってるわけだ高級スーツ、まあ、このスーツのまず着こなしがすごいもういかにも紳士、もう本当に、はい、とにかくかっこいい。そこのかっこよさと、うん、あとやっぱりアクションのかっこよさ、うん、あとアイテム、出てくるアイテムがとってもアイテムかっこいい。アイテムって何？あ、そうか、スパイはアイテム。そうなんですよ、スパイアイテム、うん、もうなんか全体的に隙がないです、このかっこよさ。へぇ、本当にちょっと見たくなりますね。この隣にいるブルドッグはアイテム？ブルドッグアイテム、いやでもまあこれも一応重要なキャラクターではありますよね、拓也さん。そうですね、はい、相棒みたいな感じです。あれか、びっくりしたわ、今びっくりしたわ。何何？いや、田中ディレクターの横に DJ 森戸さんしかいないからさそう、あの人のことブルドッグって言ってるのかな。なんでいきなりそうなんですか。映画の話してるじゃないですか。そう、ぶち込むな、ゆきちゃん。はい、そんな田中ディレクターも絶賛してるキング様ですけれども、はい、うん、まあ、この映画はあの他のなんかスパイ映画とはなんか違うなって言うというのが結構あるんですよね。どう、その辺は聞きたいですね。まあ、例えばですね、あのこの映画見て、ポスター見た瞬間、あ、これは絶対なんかただのスパイ映画じゃないなと思ったんですよ、うん、絶対なんか映画のオマージュがあるなって思ったんですね、うん、で今ちょっとあのネットで見ている方だけにちょっと見せますけれども、うん、ちょっとこれ分かりますかね。あらあらあら、はい、素敵なもんでこれ。はい、ですね、ちょっとこれゆきちゃんですか。あ、大城さんであってほしいですけどね。はい、なんですけれども、あのまず一つ目のこのこちらにあるポスターなんですけども、はいはい、これはですね007 Your Eyes Only っていう映画のポスターで、でこれがキングスマンですね。はい、これなんかパクってますわな。もう目視パクってます、はいはい、もうパクってるっていうのも認めてますからね。あの足、綺麗な女性の足が目の前にあって、後ろに主人公の2人がいるっていう、はい、でこれを見た瞬間、あ、これ絶対なんかスパイ映画のパロディとかオマージュパクリとかが絶対あるなって思っていて、はあはあはあ、で実際に劇中でもなんかやたらスパイ映画のトークとかするんですよ。そうだ、俺 CM 見たことある、はい、あ、ボーンアイデンティティとかのその辺の話もしますわな、はい、しますしますします、うん、そうだ、はい、だから007の話もしっくりしますし、はい、で、あ、はい、はいはいはい、であのなんていうんですかね、このスパイ映画のパロディとかそういうのだから1960年代の映画っぽいなっていう雰囲気も結構あったんですよね。あ、はい、あの、まあ、ピカレスク調っていうか、うん、まあ、ピカレスク調っていうのは犯罪映画の基本あれです、ね、ジャンルですね、うんうん、あの犯罪をなんか美化したよう なんか犯罪をかっこよく見せるような映画なんですけれども、それの雰囲気のようなのもすごくあったんですよね。だからピカレスクロマンの映画ですごい有名だって言ったら、1965年に作られたこれイタリアの映画で黄金の死人って映画があるんですけれども、これはですね、あの教授って呼ばれる男がまあ主人公みたいな感じで、その元6人の泥棒のエキスパートたちが銀行を襲うっていう話なんですけれども、なんていうの、それもなんか犯罪を描いてる映画なのに、なんか見た目とかかっこいいし描写がかっこいいし音楽もまたすごいおしゃれなんですよね。はい、またこの映画ってすごい大ヒットして続編が2個作られて、あとまた1本ですね、あの黄金の死人エロシカ大作戦っていう映画があるんですよね。これは全く黄金の死人と全く関係ないジャンルな映画なんですけれども、あの主演でこの黄金の7人で主演を務めたロストナ・ボテスタっていう方が、あのこれの人女優ですね、が一応主演しているので、まあ、勝手に黄金の7人のタイトルにしちゃったんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、しかもですね、この黄金の7人エロシカ大作戦はですね、主演のはずのロストナ・ボテスタさんが死ぬんですよね、途中で。
途中で死んじゃいます。この人悪いですよね。ね、途中で死んじゃうからあれこの人主人公じゃないのって思いながらずっと見ていたのでえーと思って、なんかすごいなんかそれ斬新な映画だったと思いましたね。はい、でまたこのキングスマンはあのハリー役を演じましたあのコリン・ファースがものすごくかっこいいですね。はい、このハリあのこのハリーこのコリン・ファースさんっていう人はあの英国王のスピーチでアカデミー主演男優賞を獲得した俳優ですけれども、はい、それを他にもあとラブアクチュアリーですとかあとそうですねブリジット・ジョーンズの日記とか知られる人なんですけども、まあ、この人はあまりあこの映画ではすごいド派手なアクションシーンを披露するんですけども基本的にアクションとか全くしない俳優なんで、まあ、どちらかというとインドアインテリチックみたいな感じ、まあ、昔で例えるとあのロバート・デュバルさんがあのゴッドファーザーでトム・ヘイゲンっていう弁護士役を演じたのに地獄の黙示録ではマッチョなキルゴア中佐を演じたみたい なんかそんなギャップがあるんですよ。はいはいはい。であのこのまたすごい格好もすごい似てるんですよね。あのこれも絶対ある映画のパルディだろうっていうような格好をしてます、うんうん、コリン・ファースさんは劇中でずっとあの黒縁メガネとスーツっていう入れ立ちなんですけれども、うん、まあ、こういう感じですね。これもまたネットを見てる人だけがちょっと分かる。そうですね、かっこいい、かっこいいですね、はい、これもまたこれともまたすごい得意なんですよ。これ見てください、これ、おー、はい、おー、いいですね。どうですか、得意ですよね。得意。はい、もう一枚ちょっとネットの人だけに見せてる写真ではですね、うん、もう一枚見せてる写真がこれコリン・ファースの隣のがこれマイケル・ケインという俳優です、うん、これはですねあの国家諜報局っていう映画のワンシーンなんですけれども、うん、このマイケル・ケインさんはあのスパイの役を演じてるんですね、はい、どう見てもスパイサラリーマンにしか見えないような人がこうすごいスパイみたいな、まあ、っていうか平凡なスパイみたいな感じなんですけれども、うん、またこの役名がすごいんですよね。このキングスマンのコリン・ファースさんの役はこれハリーなんですけれども、うん、この、はい、このマイケル・ケインさんがこの国家諜報局って演じた役でもハリーなんですよね。あ、同じ名前なんだ。同じ名前なんですよ。でこの時点でもうパロディーっていうかもうオマージュっていうのが炸裂していて、うん、しかもこのマイケル・ケインさんはキングスマンにも出演しています、うんうん、はい、でこのコリン・ファースさんの上司の役でアーサーっていう役で演じていて、だからそういうなんかカラクリとか仕掛けとかがそういうてんこ盛りの映画、うん、だからこれはオマージュとかてんこ盛り、うん、だからクイーン・タランティーノ、はい、やっぱ許可を取らなきゃいけないところが増えたりなんかするわけです。そうですね、基本的にやっぱ許可とか無断でやっちゃいますと訴訟とかになりますから、ね、なりますわな、はい、昔あのセルジオ・レオネっていう映画監督がですね、はい、あの荒野の用心棒という映画を作ったんですけども、これは黒澤明監督の用心棒っていう映画のリメイクなんですよね、うん、はい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 、だけれどこれはセルジオ・レオネ監督は黒澤明に許可を得らないで作ったんですよ、うんうん、だからそれをその後に東宝の幹部さんがなんか用心棒とすごい似てるイタリアの映画があるよっていうことが分かって、で見てみるともろパクれてたんですよね、はい、でそれで訴訟問題になってしまって、結局あのセルジオ・レオネ側はあの黒澤明側にお金を支払わなきゃいけないっていう、そうなってしまって、だから今この声の用心棒は世界ではあのユナイトっていう、あ、すみません、あのフォックスっていう会社が反響を持ってるんですけど、うん、日本ではこの黒澤明のプロダクションが反響を持っています、うん、もうそういう制約もなってしまって、うん、だから許可さえ取ることができたら、うん、そういうなんかオマージュとかパロディとかそういったことも可能になって、うん、作りたい放題なんですね、作りたい放題になるので、うん、はい、うん、そうですね。であのまたこの悪役もいいんですよね、サミュエル・L・ジャクソンが悪役を演じてるんですよね、うん、あの黒人のでっかい、知ってる、知ってますか、サミュエル・L・ジャクソン、サミュエル・L・ジャクソン言えてないし絶対知らないでしょ知ってるよ絶対知らない、よく言って、よく言ってサミュエルさん、あのサミュエルさん、あのサミュエル・L・ジャクソンですね、 L・ ジャクソンだよ、はい、あの最近だとアベンジャーズのニック・フューリー教官ですね、あの眼帯をしている黒人の背の高い丸坊主の男です、うん、でその方が悪役、うん、キングスマンで悪役を演じています、でこのサミュエルさんはすごい威厳のある方なんで、うん、どんな映画でも必ず強烈な存在感を残しますよ、素晴らしいですね、それは、はい、ね、それはしかもまたこの映画ではキングスマンの映画を象徴するかのように、うん、あの悪役であると同時にものすごいオタク気質のある監督なんですよね、で基本的にこのキングスマンはあのサミュエル・L・ジャクソン、このバレンタインっていう役柄で演じてるんですけれども、うん、この方がやたらスパイ映画の話をするんですよね、うん、映画ではこうなるけど現実ではそううまくいかないぜみたいな、うんうんうん、そういったことをしょっちゅう頻繁に話していて、うんうん、しかも格好があの帽子をかぶってやたらチャラいなんか BK みたいな格好をしてるんですよね、うんうん、でこの格好は実は似た格好をサミュエル・L・ジャクソン以前にも演じたことがあって、うん、これはクエンティン・タランティーノ監督が1997年に作ったジャッキー・ブランっていう映画で、これでオデル・ロビーという役を演じてるんですけども、それと本当に似てます、でこのオデル・
キングスマンのバレンタインが映画マニアだったら、あのオデル・ロビーは音楽マニアですね。やったら音楽の話をしていて、しかもその音楽を話をしていると同時にうまいタイミングでそのサミュエル・L・ジャクソンが話していた音楽が流れたりとか、はい、まあ、タランティーノ映画ですからね、うん、もう基本的にオタク気質のある映画監督ですから。多分キングスマンは僕らが見ても間違いなく面白いと思うんですよね。絶対面白いですね。面白いと思うんですよ、はい、でも多分やっぱこうジョーさんぐらいね、はい、映画の知識があるとそのどこの元ネタがこのシーンになってるのかっての分かるわけじゃないですか。まあ、そうですね。っていうか正直これがどこのシーンのパクリなんだろうっていうのは正直分からなかったですけど、あ、そうです、はい、分からないところもあった、はい、正直分からなかったですけれども、これはあのシーンの生まれだなっていうのは、まあ、正直あまりとやっぱり。そうなんですね。それはどうやって分かったっていうか、はい、終わった後に見終わった後に見終わった後にあのキャラはあれにそっくりだなとかいろいろ考えて、はい、へえ、そっくりだなって思って。で、今度監督がこのマシュー・ボーンさんっていう監督で、この方はこういう以前2010年にですね、キックアスっていう映画を作ってるんですけど、多分西田さんこの映画多分好きだと思います、うん、はい、このヘナチョコの主人公がヒーローになるっていうお話なんですけれども、なんでまあいいです、はい、このキックアスはあのキックアスも あれですよね、あの音楽の使い方とかもすごいおしゃれでかっこいいし、あのなんか映画っぽい映画オタクが作ったらこういう映画になるんだろうなっていうような感じの構成になってるんですよね。だからキングスマンとも本当に全く一緒、うん、はい、いや、もう見たい、もうだいぶ見たいですよキングスマン、はい、思い出した、うん、このマッシュ・ボーン監督さんはあの結構スパイ映画が大好きみたいで、はい、あのこの方はですね、あの昔あの1960年代に放送されたテレビドラマでナポレオンソロっていうドラマがあったんですよね、うん、でそのナポレオンソロっていうドラマで主演演じていたロバート・ボーンさんっていう人がいるんですけど、うん、そのロバート・ボーンさんの何ていうの、子供だってずっと思ってたらしいんですよね、うん、はい、なぜか知らないけど、あのずっと俺の父親はロバート・ボーンだって思ってたらしいんですよね。だけどその後違うっていうのが分かってだいぶショックを受けたらしくて、もともとマッシュ・ボーンさんはあれですかね、あの父親のいない家庭で育った人ですので、うん、だからそういう勘違いとか生まれてたのかなって、うん、だからあと彼の作品には基本的にはなんか父親と対立する主人公っていうのを結構描かれてたりしますよ、うん、このキングスマンのこの主人公の男の子だって父親と仲が悪いですからね、なんかいつか父親ぶっ潰してやるみたいな、なんかそんなことですね。でキングスマンになった時点でもあのずっと父親に対しての恨みは強くて、もうなんかだけでも見てる側としてはなんか父親を殺してほしい殺してほしいってやっぱ思っちゃうのでね、やっぱ感情移入しちゃうんですよ。で、あのまた主人公すっごい運動神経ですからね、あのスタントなしであの手すりとかを走ってとかしますから、やっぱそういうのはね、やってるんですね実際。やってますよ、もうめちゃめちゃムキムキの人ですからね、うん、もう本当になんかアクションシーンとかも全ほとんど自分でやってるそうですから、うん、その運動神経が変われてこの映画に出ましたから、しかも初主演ですからね、タロー・エドガートンっていう人が演じてるんですけども、初主演でやってますから、うん、見どころが多くて、もうこの映画を語るだけで本当に1時間終わっちゃいそうなぐらい、そんな映画で、すごいですね。でもしかもね、ビリガル越したっていうから、おそらくビリギャルを越したかもしれない、うん、それはまあ新鮮さもあるでしょうけど、新鮮さもあります、はい、すごいことですよね、あります、あのビリギャルを、ビリギャル相当してましたからね。でもビリギャルとこれ比べるのは面白いですけどね、かてやみんなが見れる映画キングスマン R15 でしたからね。あ、そうかそうか、そうそうそう、あ、そうなんか、はい、そうかそうかそうか、血が出るから、血が出るからこの映画中学生見れないんですよね、うん、そうか、はい、でもこの映画が20年前に作られていたら中学生見れますけどね。うん、昔はそういう指定とかそういうのが緩かったんで、うんうん、だからキングスマンぐらいの暴力シーンだったら全然 OK なので、うーん、今は本当厳しすぎっすよね、うん、そうですね、ちょっとなんか厳しいんだね。今最近あれみたいですよ、バックトゥザフューチャーでも PG 指定ついてますからね。あ、そう、どういうことですか。なんかバックトゥザフューチャー PG 指定っていうのは 12歳ですね、うん、はい、らしいです。午前10時の映画祭でリバイバル上映された時に PG 指定がついちゃったんですよね、あの映画。なんでですか。なんか未成年が酒を飲むシーンがあるからみたいです。未成年が酒を飲むシーンがあったらダメなんだね。ダメみたいですね、最近は。なるほど、あ、宇宙に行く子供たちが出てくるとかそういうことを嫌がってとかっていうわけではなくて聞きながら
押すってどういうことですか。答え求めてないんだね。いや、僕押してないんですよ。うん、時間になってまいりましたんで、はい、あの、ゆうきちゃんの方から告知の方をね、はい、またやっていただけたら。告知がありますね、はいはい、西平さん、岸本さん出演、沖縄ミュージカル一壁待機のお知らせです。14世紀後半の琉球で活躍し、バンコク診療の礎を築いた男、大輝、はい、幾多の困難を乗り越え一夜を築いた一夜、何これ、一世ですね。あ、一世でいいんだ。一世を築いた彼の活躍を心躍るミュージカルとしてお届けします。ないもう入ってこないですよ。あ、そうです、そうですね、ありますですね、はい、国立劇場沖縄で、沖縄なんですよね、はい、すごいところですね、今月30日、夜7時開演でございます。あ、2016年ももうありますね、ありますけど、うん、まあ、それはそれでまた言うんで、ね、ぜひぜひ国立を劇場でも見に来てほしいですね、はい、そうですね、あの、いいとこですごいメンバーです。正直キャストを伏せてる部分があったりするんですけど、チラシとかでも、うん、なぜ伏せてるか、うん、それは生で感じていただけたらっていうことがね、あると思うんですよ。沖縄が震撼するキャストでございますので、お、じゃあ行ってからの、見てからの楽しみだ、はい、それでは城さん、ありがとうございました。ありがとうございました。まだです、まだです、何ですか、正規さん勝手に入ってきて、うすごい、せーの、そういうこと、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバースデートゥー、西平さん、これやられた、ハッピーバースデートゥー、これ、ああ、もうありがとうございます。29歳になりました。ありがとうございます。ねえ、やばくない？ろうそくが野球ボールだよ。かわいい、すげえ。これ見つけた瞬間、これ。これはやばい。5秒前。32歳になりました。来週からも頑張っていきます。皆さん、ありがとうございました。ありがとう。あ、野球ボールだ、すごい、ちょっと触んないでくれる、それすげえ、俺の方、こらこらほ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 ら、いや、ありがとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます。あ、沖縄を変える男、西浦さんって書いてある、いけるんだけど、いろいろその知恵がね、持ち込まれて、その写真、写真を撮りましょう、今日は少々さん。